難読クイズ。正解、正解、残念。残念です。あと30秒しかないんだ。ごめん。続けてメタルチャンネル、進めたな。こんにちは、カメラマンの講師です。今日はユートン家で会議なんですけど、ある仕掛けを持ってきました。めちゃくちゃ驚かせようと思ってます。楽しみにしててください。着いたよ。押すな。やんなんでカメラ回してるの。そもそもまたいいでしょ、前回でも政治ですごい食ってきたな、随分と。随分と。トップするチャンネルじゃないよ、別に。違うの？ハッピーハロウィンチャンネルじゃなくて。会議でしょ、今。入れます。もう土足はいいんだ。ダメだよ。なんでカメラ回してんのって、だから。まあ。あ、なんかさ、飲み物とかある？ヨーグルト、ヨーグルト多い。これ、勝手に開けるんだね。ちゃんと勝手に開けるんだね。ブルガリアハロウィンみたいな感じじゃない？ブルガリアパーティーするみたいな。ブルガリアパーティー。企画会議夜するっていうから、まずは来たよ。けど、撮るとは聞いてないから。ちょっとハッピーハロウィンやろうよ。あ、そういうこと？うん、そうそうそう。パーティーするしながらちょっと。いいんじゃない？あ、だから買ってきてくれたの？はい。何カメラ設置して。なんで設置するのカメラ？いや、ちょっとハロウィンパーティーしようかなと。あ、普通に。せっかく来たんだよ。じゃあ、ちょっと乾杯するか、じゃあ。なんか後ろにもう一人、なんかメトロいるけど。あ、そうだよ、これメトロ。すごいね。常にそこに飾ってんの？いや、常にじゃないよ。今だけ、やらしいけど。ちょっといいでしょうか？じゃあちょっと、ハロウィンパーティーで。はいはい、じゃあね、僕はね、黒ウーロン茶ね。やばーい。え、これちょっと気のせいかもしれないけど、この色合いは、ね、ハロウィン気にしてくれたってこと？そうそうそう。ちょっとハロウィンのメトロ感出そうかなと。よーく見たらこれめっちゃオレンジ色だけど、全然カボチャの味じゃないし。ちょっと髪の色と合わせてみようかなと思って。かぼちゃ？そうそうそう。バーバルティーは違うね、やっぱね。これは？なんかそれ、メトロのキャラクターの後ろのやつ似てるなと。だから本当に今日はさ、講師も足崩してさ、会議しましょうよ。じゃあ今日は、ある企画を作っておきました。え、いいよ、やるよ。難読クイズ。駅名。難読クイズするってこと今が。そう。どういうこと？始まったよ、もう。そういうの言って。それなんかもういいじゃん、もう。お菓子パーティーしてこれからも頑張ろうね。で、いいじゃん。待って、いきなり？全何問あるんですか？一応7から10ぐらいで考えてくる。何それ？罰ゲームしないとさ、なんかこうね。まあ、ハロウィンだから仮装。うわぁ。まあ、仮装とかいつものユニフォーム着て、と。できんの？うん、駅のユニフォーム着て、ちょっと街に出て。あ、それめちゃめちゃ嫌だわ、俺。罰ゲームは、いつもの制服着たメトロの仮装して、下北沢に行っちゃいましょう。いや、絶対嫌だわ絶対嫌だっていや、きついわ、それは。いや、結構でも下北人いたしね。何も正解すればいいですか？全問当たって当たり前だとは思うけど。無理、絶対無理だって。やっぱ厳しいところも、から、じゃあ、3問間違えたら、罰ゲームしない？ 3 問、7問正解すればいいってこと？そうだね。10問やるんだったら、それか4問。まあ、そうだね。はなんかその生ぬるいことしませんよ、僕は。そうだね。7問いっちゃいましょうや。7問いっちゃいますか。オッケーっす。早速、仮装なんてしませんからね、メトロは。絶対仮装しませんよ。わ、怖っ。絶対だよ、俺、罰ゲーム。じゃあ1問目いきまーす。うわ、うん。ああ、これもう、全問正解いきます。あ、ほんと？これ自信ある。高校時代の、俺野球部の先輩、エースの先輩がいて、その先輩の地元っす。あら、じゃちょっと僕に携帯返してもらって。あ、これ余裕っす。あ、よしよし、これいけるぞ、これ。いける？これいけるな。じゃあ行きましょう。はい。1問目は、いきます。おとい熱プ。ファイナルメトロ。え、待ってよ。もう一回準備して。はいはい。ファイナルメトロ正解。だよね。おー。進めたな。前回も1問目はね、東京メトロイマジカール。ボケすぎだろ、あれは。パックオンと間違えるかなと思ったけど違ったんだよね。ボケすぎでしょ。いや、こんなのいけますよ、ほんとに。じゃあ、日本行きます。地元編では最初行くよ。地元ステージ。地元ステージ。地元ステージ。あー、残したいけどな。いや、地元でいいよ、先に。先に地元ステージ行きますか。余裕ですよ、今日は皆さん。余裕で行っちゃいますからね。おあ、これちなみに近いよね、旭川。あ、でも、僕と講師の知り合いの共通の友達の地元だよね。これは留萌本線の、あ、そうだね。あ、わかった。わかった。これ今日いいわ。ほんと？周りのなんかそういうなんか知り合いとかそういうのに助けられてる。あ、ほんと？これわかると結構すごいと思うけど。あ、マジ？いいっすか？はい。今の答えは、期待ちゃん。ファイナルメトロ。ファイナルメトロ正解。よっしゃー、すごい、すごい、すごい。ほら、なんかやらせぐらいすごいね。やらせ？なんかやっぱ地元簡単すぎたかな。ちょっと寄りすぎたかね。いや、でも、7問が、うん、ちょうどいいよ。ちょうどいい。ほんと？うん。ちょっと旭川に寄りすぎた、これ。どこの全国って決めても行けるんですから、メトロは。すごいね。今の顔、憎たらしい、ほんと。ラスボスみたいな顔してる。やめなさいよ、ほんとに。
じゃあ次行きます。はいはい、どうすか2問。申し訳ないけどもうトントンといけちゃうから、あら5問ぐらいまではもうトントントンといけちゃう匂いしかしないです、うん、まあ前回までもそんなこと言ってたよねもう伏線じゃないよねちょっとこの辺からね。うわー、ほんとちょっと悩んでますね。いやー、いいとこつくね。うわー、これなんだろう、わかんないな。ヒントありますよ、使いますよ。あ、マジですか。はい、え、あの一応ミリオネア方式なんで初耳ですけど、はい、読み仮名あの一番下はないであってます。これはちょっとまあ、あのくっちゃん寄りに言う感じですね。そっち、うん、ちょっとそっち寄りに言う感じですね。おお、なるほどねー、うん、わー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 はーはーはー、うわ、なんかでも聞いたことあるんですよね。あれ、これ聞いたことあるかもしれない。あ、本当？でもまあなんかそれっぽく言ったら聞いたことあるかも。なんちゃらっぷな気がするんだよね。あ、いい線聞こえた。あ、待って、ちょっとこれ言っちゃうとヒント、ヒントすぎやな。あ、あ、あ、なんかお父さん言ってた気がする。はい、ただ分かった、俺考えすぎたわ。いきますよ、うん、おのっぷない。ファイナルメタル。ファイナルメタル。正解。よっしゃ、よっしゃ、これ見ろ。なんかお父さんいつもなんか花山湖っていう湖があって、うん、そこによくキャンプ行ってたらしいのよ。あ、そうなの。そこでなんか聞いたことあった気がする。まあ、じゃあ次行きますか。はいはい、第4問ね。まあ、地元編なんかいい感じっすね。めちゃめちゃいいっすよ。あ、楽しいって降りたかない。そんなことないでしょ。進めたな。ほー、はい。え、なんかつまんない。北海道だったんだってことにびっくりしてる。あ、そういうこと。でも分かる。うん、分かる。え、惜しいわ。なんだろ、これね、たくあんに聞いたんですよ。恨むなら、うん、たくあんを恨んでください。あら。いきます。はい、アンタローマ。ファイナルメタル。ファイナルメタル。正解。よーし。いや、いい感じ。マジ来てる、覚醒。無双してる。地元ステージクリアです。なんかこう地元ステージ落としたら面白かったんだけどな。面白いのか分かんないけど、でも地元は正解してよかったわ。じゃあ次、メトロステージで、はい、まあ、警備でね、各地を回ったと思うんで。恥ずかしいよはい、千葉県。うーわ、これ普通に読んじゃダメなの。僕は小田急線ユーザーなんで、考えすぎたらもうダメみたいなことかな、もしかしたら。テレフォン使う。タコン出ますうわ、ちょっと難しいな。ここはね、自力できるわ。うわ、ひねすぎてミスるよりはひねんなくてミスった方がなんか、はっくり残ると思うんで、あえてひねるわ。いきます。うん。西のぼりと。ファイナルメタル。ファイナルメタル。残念。正解は西のぶとです。のぶと、ひねりとして分かったはずじゃない。そうだね。うわー、ミスった。ほら、ちょっと油断するとこうなっちゃうのよ。今次5問目で3問ぐらい間違ってた。なんでだよ。どういう計算だよ。次いきますか。はいはい、ありがとうございます。いつか連れてくる。あんま聞き覚えないけど、僕もね、やっぱ元駅員として。そうだよね。東京のこれってメトロ。これは、いや、都営線ですね。メトロじゃない。あ、メトロじゃないんだ。これはごめん、分かるわ。あ、ほんと。いきますよ。暴露町。ファイナルメタル。ファイナルメタル。さすがに正解。簡単すぎたな、これは。いや、行ったことないよ。あ、ないんだ。ないないない。乗り換えがなんか便利なんだよね。いろんな路線が交わってて、学校行くってなかなかあんまないかもしれんけど、で、調子いいぞ。いい感じ、いい感じ。地元ステージ4問全問正解、うんうん、関東メトロステージが一番間違い。だから6問中5問正解します。違う、今7問目じゃない。地元ステージ4問でしょ。あ、もうそんなもんか。1問って間違ったら罰ゲームだっけ。もし怖っ3問です、うん、じゃあこっから難しいかもしんないでしょ。ちょっとこれ分かんないと思う、絶対。うわー、うわー、うわ、いいとこついてくる。これね、めちゃめちゃ自信がない。テレフォンしちゃう。あれうわー、これかなっていうのは1個あるんだよね。2つあるわ。一応50-50的なヒントが使えるので、まず最後にこの文字の1つだけ、漢字3つじゃないですか。どれか1つだけ読み方を伝えます。 OK、 これでいかして。はい、いきます。九本仏。ファイナルメタル。ファイナルメタル。さすが、正解。よし、なんかちょっと面白くないな。いやいや、こっちはめちゃめちゃ面白いから、視聴者さんも面白いですよ。すごいなで終わればいいじゃない。あ、なるよ。再生回数少ないから俺のせいにしないで。それはするよ
じゃあ次いきます。ラスト2問。うわーそうだね、ここまで来て、正直あと2問でしょ。7問あってます。ということはもう正直俺の勝ちは確定だけど、いや違う、この2問連続間違ったらダメじゃん。だっていつも間違ってるから。7問あってて、うん、間違ったらダメでしょ、うん、だから残り2問間違えたらもうおしまいです。あ、そういうこと。そうじゃない、あれあったない7問正解。3問間違えた時点でダメでしょ。あ、そういうルールね。そう、オッケーオッケー。今、8問終わって、うん、1問間違い、7問正解、はい、まあ当然だとは思うんですけど、はいはい、進めたな。罰ゲーム覚えてます？待って、いや、もう覚えてないよ。舐めないでください。これちょっとペトロですよね。この前戦ですね、これはね。いきますよ、いきます。茅場町舐めペトロ、はい、舐めたな。さすがに、もう祈るほどでもない。正解ですよね。余裕だったね。いや、余裕じゃないよ。いいとこつくと思うよ。もうなんかそういう講師の問題の癖とかも分かってきたんで、まあ、余裕ですね。がっかりさせませんよ、僕は。この32万人を。さすが、歩くメトロ。え、それどういうこと？次これです。はいはい。東京でね、一応東京の駅になります。東京ね。うん。いや、余裕でしょ、だったら。うわー。うわー。V に畑。そう、行ったことあるな。ない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 。警備でもない。ないよ。警備事情知らないから、みんな多分。うわ、これひねんない方がいいのかな。一応まだヒント出せるやつ、テレフォン残ってます。テレフォンは絶対、まあほぼ使うことはないけど、最後の最後で使いたいわ。ないけどね、絶対使うことは。まあ、タクワか政治かみたいな、頼れる人はその人しかねえから。うわー、もうシンプルにいきます。正直ごめん、わかんないわ。いきます。群畑。ファイナルメトロ。ファイナルメトロ。残念。あ、だよな。うん、だよね。行く鯖田駅です。わかるかー。さっきの余裕こったんね。あ、余裕っすね。がっかりさせませんよ、僕は、この32万人を。がっかりさせませんよ、僕は、この32万人を。わかるか。もう、行く鯖田に住んでる人も読めないよ、地元の人も。そんなことある。やば、待って、あと1回ミスったらやばい。終わり。あと1回ミスったらやばいっすね。ちょっと早い段階で、ちょっと落ちちゃってますね。落ちちゃってますね。はいはい、ちょっと待って。巻き返せればいける？いけると思うんで。いきます、いきます。はいはいはい。ちょっと罰ゲームを確認しとき、言っときます。今日何の日ですか？ハロウィンですけど。ですよね。一応、3問間違った時点で、これから、いつもの、ショート動画の制服に着替えてもらって、うん、ちょっと下北沢でハロウィンやってもらえます。無理だって無理だって。もうだって職質されるって絶対に。あの夜の下北沢の駅員が外まで出てなんか見てるかもしれないと思われるから。絶対やだ。地元下北沢でビーハロウィンメトロって言うか。ハロメトロって。ハロメトロ。ハロプロみたく言うな。まあでも3問あってればいけるんで。逆にだよね。そう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 、お願いします。あー、こんなもんこんなもん。おー、わかった。イラッとするわ、なんかそのわかった感じ。イラッとするわ。なんでだよ。これはわかるよ。あ、よかった、危ない。いきます。ふう、幕の横山。ファイナルメトロ。ファイナルメトロ。正解です。よし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 。油断はするな、油断はするな。あ、2問だね。2問連続で正解すれば俺の勝ち。単純な話、単純な話、いきましょう。うわー、うわー。見たことある。見たことある。美味しいラーメン屋さんがあったんだよね、その駅に。読み方か、難しい。これ2択なんすよ。じゃあヒントまだ2個あるんで。テレフォンと、あ、ちょ、使っちゃおうわ。50-50。どの感じにします？それはだって一番最後にしますか？なんでだよ。小学生でも分かる、こんなの。一番最初の漢字でお願いしますよ。一番最初の読み方、 A です。2文字目が逆に難しいな。 OK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 。 いきます。エバラマッチ。ファイナルメトロ。ファイナルメトロ。正解。あぶな。ここにフィ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 残しといたし、最後。そう。テレフォンも使える。そう。来た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 、これ。しっかりとあります。いや、タイガー警備で一回あるわ。うわー、あった、よかった、行ってよかった、俺。どうですか、最後の。神様っていいのかな。いや、絶対これミスったら、最後本当にもう本当に仮装して外行かないといけなくなっちゃうんで、絶対正解します。取れ高的には言ってほしいんだけどな。関係ない関係ない、俺は関係ないよ。申し訳ないけど勝利をもぎ取る。一応こっちとしてもこうなることを予想してたので、なんかやっぱ2問間違えて、うん、もうちょっとギリギリの戦い、うん、決勝戦みたいな感じだから、やっぱ面白いじゃないですか。もうそうね。でも全問正解としてもなんかやらせっぽくなっちゃうから。なのでちょっとこの問題はかなり難しくしたんですよ。マジで。まあまあこれもだからね、分かってるの逆にすごいけど。では茨城に、茨城、はい、これです。うわー。
ーもうほんと、うわーもう7通りぐらい出た、はい、わかんないなー、俺はもう襲来にしか見えない、襲来とか潮来とか、潮来かもしれません、最後の最後にシンプルなものを出してきてる、そういうこと、そういうこと、うわーわかんねー、うわマジでわかんない、こんなのもう考えるもんもまでもないから、テレホンでやっちゃう、あれで電話する人います、政治がワンチャン出るかな、政治行く、政治行っちゃおうかな、仕事中じゃないと政治したい、もうこの信頼の政治で行くわ、政治で行く、政治で行く、1分、はい、ラッキーラッキーラッキー、絶対行けんじゃん、はい、政治ね、やっぱあの皆さん、あの銀行員の方なんで、はい、結構物知りだし知識がすごい豊富な方なんですよ、頼むよ、感じだけ、まあ、ちょっと出ないかったら話にならないんで、まあまあ、そしたら違う人ですね、たくあんかな、もうそれがお母さんしかないわ、あー、頼む、うわーマジか、スピーカーにしてね、うわー緊張する、精子頼むぞ、あー精子頼むぞ、出るかなー、でも進めたな、あ、ちょ、問題出すね、ごめん、問題いきますね、漢字よ読んでね、今から言う漢字を、塩って書いて、あ、あ、塩、塩、あの山水に朝の塩って書いて塩、の次に未来の来で、駅名なんだけど、なんて読むかわかる？あ、あと政治30秒しかないんだ。ごめん。塩って書いて、何もう一回。だから、塩って書いて、未来の来。未来の来？そう。あと20秒、政治。わかんない。あ、塩って書いて未来。そう、なんとなくこれかなっていうのある？なんとなくこれかなっていうの。なんとなく。塩味？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 塩味ね？ちょっと待って、政治。嘘でしょ全然分かってなかったじゃん、塩味塩味塩味なんかいいの聞けたじゃない、大丈夫、いいの聞けたじゃない、大丈夫、ちょっとこれは塩味とも読まないしな、政治頼むよ、政治、いやまあでも有力な情報ゲットしましたね、どこがだよ、無力だよ、なんて言って、なんて言ったの、塩味、わかった、もう政治の電話したからには政治を信じるよ、未来の間で来るとかって言うのなんで未来って、あー確かに、うん、政治が言ったの、塩味塩味塩味って塩味と塩味、ゆうとが言った塩ってさ、あのさ、うん、お塩の塩なんだけど、これさ、うん、湖のさ塩じゃない、あ、合ってる、俺の、うん、あれだからイメージは政治はさ、あれ塩ってさ食塩の塩だと思ったじゃない、あそういうことね、だから塩味って言ったじゃない、使えなよし行きます、はい、行きます、もういいシャネシャネ、大丈夫ですか、うん、大丈夫、俺は聖書を知らない、まあ、クリアしたらね罰ゲームなんかないので、そうですね、塩苦、塩苦、聖書の塩味の塩を信じて、身に関しては身は絶対ないから、俺の感覚、苦を信じる、俺と聖書を信じる、かっこいい、なんかファイナルメトロ、後ろのメトロも大丈夫大丈夫か、ファイナルファイナルメトロ、塩苦で、塩苦、ファイナルメトロ？うわ怪しい、そんな感じ頼むよ、ファイナルメトロ、はい、残念です、うわ最悪だ、ちょっと今正解だと思った、一瞬、いや正言うたからね今何それ、最悪じゃん、答えは、答えはちなみにイタコです、イタコ、はい、イタコ駅ですね、塩に来るって書いてイタコ、はい、はぁ、いややっぱでも最終問題だけ下だけあったらよかったな、まあ俺的にはね、うん、罰ゲーム受けてほしいんで、そうやるしかないでしょ、もうそんなの、うん、今日は何の日ですか、いやハロウィンですね、タケメトロの、制服の格好をしてそのまま新毛北沢行きます、これから、これから、でもワンちゃんハロウィンだから鈴木メトロのコスプレをしてる人なんだと思われるかもしれない、あれなんか顔似てるけど違うかじゃん、うんうん、じゃあこれから行くのですぐこういうのやった方がいいので、まあ楽しかったからいいですよ、この動画が、面白いと思ってくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします、まもなく動画終点、本日もご乗車ありがとうございました、トゥトゥントゥトゥンパカーン閉まります、もうきついよ、最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。インスタのフォローお願いします。TikTok のフォローもお願いします。X のフォローもお願いします。皆さんの明るい明日に向かって進めたら